どうも、リンカーン中村です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今回はあなたにアンケート回答をお願いさせていただきます。どんな内容かというと、抗転換薬の副作用についてのアンケートになります。転換を持っている方の多くは、抗転換薬による治療を行っています。この抗転換薬には様々な種類のものがあり、人によっては副作用を感じる方もいます。そこで、皆さんがどんな抗転換薬を飲んでいて、どんな副作用を感じているのかをお聞きしたいと思います。ちなみに、1年前にも同じように、抗転換薬の副作用についてアンケートを行いました。この時は54件の回答をいただきました。様々な回答や意見をいただき、とても参考になりました。実際に薬を飲んでいる方のリアルな意見をいただくことで、その副作用自分もあるなぁ、その副作用にはそう対応すればいいのか、など、今その薬を飲んでいる方や、これからその薬を飲む方にとって、とても有益な情報になります。そして今回2021年版ということで、前回と比べて、より多くの方に回答をいただけるかな、というのもありますし、飲む薬が変わった方や、飲む量が変わった方などもいると思いますので、再度アンケートを行っていきたいと思います。ぜひ皆さんのご協力をお願いいたします。アンケートの URL はこちらの動画の概要欄に貼っておきます。それでは、どんな内容のアンケートなのか、そちらを紹介していきます。まずは、あなたの性別、年齢を教えてください。あなたの転換はどのような転換で、どのような症状ですか？ということで、あなたがどういった方で、どういった転換をお持ちなのかをお聞かせください。例えば僕の場合であれば、32歳、男性。若年ミオクロニー転換、突然意識を失い全身痙攣を起こす、このような感じです。続いて、服薬している抗転換薬はどんなものですか、またどのくらいの量を1日何錠飲んでいますか、ということで、どんな抗転換薬を飲んでいるのかを教えてください。その際、できれば薬が入っているプラスチックのシートに記載されている名称を書いていただけると嬉しいです。例えばこんな感じです。テパケン 200mg とか、バルプロ酸ナトリウム SR 200mg とかになります。これを僕だったら、バルプロ酸ナトリウム SR 200mg を朝晩2錠みたいな感じです。続いて、それらを服薬していることで感じる副作用はどんなものがありますか、ということで、実際に感じている副作用をご記入いただきます。例えば眠気、だるさ、イライラ、このようなものもあると思います。また抗転換薬を複数飲んでいるという方は、もし薬ごとに感じる副作用が分かれば、それぞれご記入いただけると嬉しいです。難しければ全体で感じるもので大丈夫です。続いて、副作用に対してどのような対応や対策をとっていますか、ということで、あなたが感じている副作用に対して何か対策をとっているという方は、どんなものかをご記入をお願いいたします。例えば、昼寝を取るようにしている、周りの人に副作用があることを伝えている、このようなものがあるかなと思います。ここがすごい参考になるので、ぜひご記入をお願いします。続いて、その他副作用に対してお伝えしたいことがあればご記入をお願いいたします。ということで、何かお伝えしたいことや記入したいことがあれば自由にご記入ください。以上が抗転換薬の副作用についてのアンケートになります。アンケートの URL はこちらの動画の概要欄に貼っておきます。一応、回答期限を2021年9月30日木曜日とさせていただきます。この段階で集計して、その結果はまた動画でお伝えしていきたいと思います。皆さんに回答いただいたアンケートの内容も多少の文章の修正はあるかもしれませんが、全て皆さんが見れるような形で公開していきます。ぜひ回答をお願いいたします。また、周りや知り合いに転換を持っている方がいらっしゃったら、その方にもお伝えいただければと思います。さらに SNS での拡散も大歓迎です。一人でも多くの方に回答していただくことで大きな参考になるはずです。あなたの協力によって転換で悩む他の人に元気や勇気を届けられます。ぜひそちらもご協力をお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。